いやあいの大きな上がりが決まりました。さあ何入です？南一局親版小玉ドラ九万。おダブトンが統一じゃないですか？何入なんですよね。あ入でした？失礼しました。はい失礼しました。風のトンが統一ドラ一枚。何入だとメダブレになるんですよ。シングルでしたね。シングルですが。平成しました。仕掛けがねあるのかどうか。お仕掛けがどうなんだろうね。小玉。あらいが何ドイツと。 役は2組と一でですすこれを泣きするかかどうかで結構もう分かりますもんね。うん、いや小玉は泣かなそうじゃないかなと見てきた、うん、私は思うのですがあの親番にこだわる人ですよねこれでトンポンそうですね、はい、一,一枚目泣く人は、うん、あの絶対上がろうというよりもなんとか親権キープしようというタイプの打ち手ですよね。はいはい、点数状況も無理せず終われば浮いて終われそうな微妙な点数状況でもあるから非常に見どころあるかなと。 でも玉君今日はいつもよりりゆっくり打っく打てますよね,だいぶね今まで何かすっげえ早いなと思ってましたからねだ、ねうんはい、かあの決勝だから慎重になってるのか、はい、それともあの我々の解説に気を使ってくれてるのかまあでも多分周りからもちょっと言われたとかあるんじゃないですかああ、うん、一応あの映像対局だけはもうちょっとゆっくり打った方がいいよとかね、うんうん そうですね聞いてみたいですねうちらは何回カンペ出されたかな若い時もうちょっとゆっくりお願いしますって、うん、だってヒさととか入ってると早くなっちゃうじゃんみんなねしょうがないよね今ね、うん、あの慣れてくるとマージョンってね早く打つより遅く打つ方が難しいんですよねあ<ー>あわざとゆっくり打つ方がね難しいんですよ、はい、やっぱりねうん、うん もう染み付いたこう自分の自身のテンポというか、うんう、あのね、のハイスピードが映像体極じゃないとプロ基本早いですからね。はい、早いですね。とても追えないくらい速、うん、かったりしますよね。トンが出ないまま児玉さんの形もまとまってきましたね。んなんだかんだ、なんとチューンも出てないんですよね。そうですね。うん、ただあの形でまだ安全パイっぽいのを全く残さないっていうことは結構。 親番は攻める気十分ってことですよね,、うん、ね広げている模様ですね,ですねただ旧版のドラが浮いちゃってる分トンポンがしづらいというかあなんでとさあ新井この難を仕掛けてベンチピン払いといきますこれ基本切りづらくなったねそうですねピンチ <laughs> 実際は切っても何の問題もないんだけど万全 <laughs> の本一でポンとかされた日にはみたいな馬強に見えますね、うん、次旧ピン照らしがありますもんね、うん 矢崎ははチのの色を見える手格好にー、はい、ペンンンーピいいがのこの後初ががこらしで出るともうう切りたくなな小玉が仕掛けますますだテンパってはなさそうだからねね、はい、これ結構思い切りました、ね、んなんかピンズで何とか回れるって。 のもありますありますかね全方向に、うん、ドラはともかくとして逆に新井くんの方が目一杯に行きましたね撃ちづらいんじゃないですか撃、うん、ちづらくなっているんですねだってね自分がマンズの方が目指しているとはえドラ一番残ってませんからねい川崎がドラドラですね、うん、あドラ重なったんですね、はい さあこれプレッシャーの掛け合いになってますねさああらいいシャンテンですやっぱトイいイった<う>、うん、これでンんマンズじゃないとバレたとうん、もでもすごいねい<や>意地が強いねあ新井さん本当にといとい決め打つんですよさあ天敗役はありません天敗<輩>、はい、役なし,これはしんどい山マンドラなしいやこれいけないんじゃないかなチーマンションパイ 数,数万切りが比較的おとなしいけど数万切っちゃうとねなかなかねはい自身でパーマン切っております、うん、一応ゴロチもあるし確かに4万とか数万とかになりそうな気がしますもうリンマンは怖いでしょう多分ね、うん、はいここオーバしていきます上の3色かドラ受けができた時に似合うと判断してリンマンいけるかどうかはい、ま、すごいドラの受けで払ったねこれ <laughs> マジでトイトイですね。一本にしましたね。はい。はい。たださすがに小玉熊も,もう打てないでしょ。熊万ね。撃てないですね。熊丸短期を目指すとかくっつけて、うん、なんとか親犬キープが精一杯でしょうね。熊万はシャンポンのほか短期に渡りそうな雰囲気あるし。雰囲気ありますか。なんかごちゃごちゃ4万パー1って出てきて。はい、うん？88もちょっとやるね。ト,トドラドラいいシャンテンです、うん、川崎。 トイトイっぽくは多分あんまり見ないさあこれですよねこれならばと、うん、さあ矢崎ウーマンを引き入れてリーチと行きましたローマンチーマンマジ<え>高めはローマンのゴロチの三色三枚ぐらいいますよいますね場に一枚切れの山に三枚四万来たかやりましたさあ、はい、チートイドラドラ,チ,ドラ,ドラチュンは山一チュン,チュン いや、面白い勝負になった。はい、山に一枚残っております。で、児くんも、ある程度、これはね、予期はしてたでしょうか。はい。ちょっと、ちょっと震えましたけども。のけぞってましたからね、ほんに。大丈夫でしたが。大丈夫でした。三人にローディをやっ三ジャポもないですからね、今。頭になっちゃいます。さあ、矢崎はローマン、チーマン、ローマンで上がりたい、チーマンも山に一枚残ってる。 まあ、ペイがまずね、安全。うん、チュンチュンとか大丈夫かな、なんて。じローマン。ここは矢崎が上がった。リーチ三色、五千二百の上がりです。いい手順でしたね。はい、うん番。で、打点が。ついて、折り合いついて、リャンマン勝負っていう、はい。はい。素晴らしい手順でしたね、うん、お手本のような押し引きでしたね。